った福島サービス施設ロンゲン。おはようございます。令和5年11月全体朝礼動画です。日々の勤務ありがとうございます。気がつけば令和5年も残すところ2ヶ月です。あっという間ですね。11月に入り、インフルエンザの流行が日に日に増してきています。毎日の健康管理最優先してください。少しでも体調が優れない時にはまずは施設に連絡、所属長への連絡徹底していきましょう。先月同様、事業重点施策については掲示板にプリントを添付しますので再確認していってください。それでは朝礼、毎朝のラジオ体操の継続、体調管理の一環です。ラジオ体操後の朝会、出勤時のスマイル増量、スマイル全開で実施していきましょう。そして日常業務における様々な課題、マニュアル化、ルール化、組織化、この3本柱で改善を進めていきます。11月には船橋市の運営指導の予定も入っております。みんなで協力して対応していきましょう。それでは今月も見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設ロンゲン船橋工業。